ちゃい頃から手遊びが広いっていうか、うん、集中力がないみたいなことはよく親に言われて、いやなんかその物をご飯食べてる時とかによくなんか皿落としたりとか、うん、なんかいろいろぶつかったりとか、そういう集中力がなかったり手元をぶつかなかったり、うん、そういうところはありました。意外となんかそういうガッと集中するところとか勉強の時とかは集中してそうなのにね。いやあんまり集中してないんだよね。なのにそんな額出してんの。いやでもなんか集中するって難しいくらい。集中する時ってどうしてるの最近の集中。あ、集中用のプレイリストがあるわ。あでもそれ聞けば、うん、あれの集中できる。あそうスイッチが入るようになってすごくないそれ。あそうだいたいそのさ集中するまでが長いタイプなの。うーんそのよく言われるじゃないですか集中するって、その集中するまでの時間と集中するしてる時間の長さ、やってる長さとなんか集中の深さみたいな話で切り取られるけど初めて聞いたけど。あ本当にそれは本当なの。それは左利きのエレンで言ってた。あじゃあ違う。嘘です。で、そうそれで言うとすごい集中するまでの時間が長い人なんですよ。うん、なんでその受験期の受験するときに、うん、このスイッチが入るそのルーティーンみたいなのを作ろうと思ってプレイリストを作った。でその最初はやる気が上がるソング系を作って、うん、なんだっけ。その後になんか集中が継続するようなちょっとその激しめじゃないけどゆるく集中していける系のやつをよく考えてたかな。それが本当に効果ある。まあでもなんかやるかって気持ちにはなるよ。なるほどね。それすごいな。そういうのないんだよ。なんかまあ場所変えるっていうのはあるんだけど、まあ結局場所変えてもやっぱ集中できないことが多くて、でなんか一つだけなんかあるなっていうのは、うん、なんかこれは何かで見たり読んだりしたやつだけど、あのやり始めたら集中してるっていう。いやこれはでも結構すごい発見で、うん、やっぱやる気は起きないものなんだよ人間、うん、そうそう。だけど一回なんかとりあえず手動かし始めたら、はいはいはい、いつの間にかスイッチ入ってるっていう。あそれはあるかもね。だからまあやる気入れようって思ってる時間とかはもうあんまり持たないようにして、あこれを聞いてやる気入れよう、やるスイッチ入れるぞっていうのよりかはもうそれはそもそもやってる時間が無駄っていう。まあ無駄とまで言うかないけど、もう結局なんか、うん、まあ いやいやだろうとやり始めてたり何か始めてたりするともう自然と、はいはいはい、でまあ、それは俺本当にそうだなと思って、うん、そうだから頑張るっていうだけなんだけど。なんか算数、確か算数じゃなかった、受験の時とかもこの簡単な問題からやり始めるととりあえず机にはつけるみたいなやつありますもんね、うんうんうん、あるある。いや本当に多分そういうの大事なんだよね、助走をつけるみたいな、はいはいはい。あとなんか25分間集中法みたいな、人間が集中力持つのはマックス25分っていう。そう集中に関してのなんかリファレンスが多い、ね、そういうアプリもあって、25分カウントしてくれるだけ。あのよく言う25分かける5ここで30分作るんだっけ、そういうの。そう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 。そうでもそれもまあまあ確かにあるかもなと思って、まあ、人間はなんかその2時間も集中力持たない正直、まあ、そうだよね。マックスの集中力っていうのはだからいかにねそれをなんだろう、まあ、切ったり繋いだりなんか休んだりとかして、はいはい、いい感じに集中力繋いでいくかっていうのが、まあ、多分大事なんだろうなっていうのは思いますね。まあ社会人になってもカフェってなんかあの雑踏感って集中しやすいですよね。しやすい。なんかそういろいろな派閥がいると思うんですけど、うん、あの家派と、はいはい、図書館派とちょっとうるさいカフェ派と、個人的にはちょっとうるさいカフェが一番やりやすいかなって気はしてて。なるほどね、うん、まあ、なんかでもそれもあれなんだよね、その何やるかにもよって、例えばなんか宿題みたいなもう割と作業っぽいやつとかだったらそれはうるさいところでなんか音楽聴きながらとかやるのがよくて、やっぱ考え事はなんだかんだ静かだったり一人じゃないとできないって。わかるわ。何よりかよりこのじっくりなんだろう、トイレの中とかさ、はいはいはい、お風呂の中ぐらいがちょうど考えるのにはベストだったりしない？ある。それはまあよくね言うもんね、その散歩したりシャワー浴びてる時とかが一番
なんかアイデアが出てくるみたいな、ね、でもそれは結構本当だなっていうのは思って、多分なんか別のことに脳のキャパシティを使ってると、うん、割となんかその瞬間に考えてたことがなんかいろいろ勝手にねもう繋がってくるみたいなことなんだと思うんだけど、昔英語の先生が教えてくれたんだけど、人は意外と歩いてるときと立ってるときって脳の容量を使うらしくて、うん、なんかそれで強制的に思考させられてるのかなと思ってた。うーん、なるほどね、確かにそれもありそう。なんだっけかな、座るっていう動作が意外と難しいだっけかな。あ、体を使うのってことか。そう、まあ、確かにね、意外とそのなんだろう、腰を上げてとか足も上げてみたいなやってることはすごい複雑だよね、うん、人間の人体的には。そうだって、あらゆる動物の中で多分椅子に座るっていうことをしてるのは人間だけな気がする。はいはいはい、確かに。だから椅子に座るだけでもやっぱかなり疲れるし、うん、まあでもそれはなんかやっぱ勉強とかには向いてるのかもしれないっていうことかもしれない。まあ寝てるよりはなんか座ったり歩いてる方が多分、うん、あ違うわこれ、違うな、なんかすごい適当なこと言ってる。あら、立つだけかな、直立してるっていうのも、うん、まあこれはなんか、まあ、その動物の進化的にそうっちゃそうだけど、うん、立つのもすごい難しいことみたいな。ああ、まだ立たないもんね基本的に。うん、確かっていう、さっきそれ俺が言ったよ。言ったっけ立つと歩くは意外と脳を使う確かに、リファレンス泥棒めっていうね。なんかでも受験期なんかどうやって勉強してました？受験期は、まあ、平日とかは放課後に受験勉強、友達的な普通に学校のクラスの友達、うん、同期を室に残ってみんなで仲良く勉強してました結構あれだよね、なんかコツコツしてるね、それ。まあ、コツコツしてる。学校的にそういう雰囲気なの？まあまあまあ、そこそこ受験する人は多かったから。ああ、そうなんだ。でも結構なんかみんなで普通に一緒に勉強したりもするし、うん、なんか絵しりとりとかめっちゃしてた。絵しりとり黒板に絵しりとりめっちゃしてた。なんかそのリア充っぽいエピソードたまに入れてくるよね、本当に。全然リア充じゃないいや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 、友達と黒板使って何か書いたらもうリア充ですそれしかもあれでしょ、あの前の黒板とかじゃなくてさ、後ろの黒板とかにやるんでしょ。いや両方で。いや出た、ね、それはリア充じゃってそんなことないけど、人気は自分のノートで完結するもんまあでもたまにね、たまにですよ。はいはいはい。え、だからそんなにしりとり強いの？しりとりはもうずっと強い、中学生ぐらいの時から強い。なんか7時間ぐらいやってたの、中学生の時なんかあのキャンプになんか学校で行った時があって、うん、でその時になんか縦割りの班みたいな、縦割りの班、縦割り、あの 1,2,3 年生合同みたいな感じの班で、その時はで、なんか結構バス乗ってる時間が長かったり、うん、まあ、キャンプの途中もやってたんだけど、もう累計ずっとやってたら7時間先輩とね2人で2人でやってるの絶対負けてるでしょ。いや、なんか本当に均衡してて。それって制限時間とかないの？ないない、もう力尽きるまでやる言葉が出尽くすまで終わんなかったんだから、7時間でもう帰ってきた、さすがに。そう、帰ってきたから終わりになったんだけど、まあ、それが人生で一番しりとりやってたんだけど。へえ。だからしりとり中学の時はそれただひたすら普通のしりとりを長く続けるっていうことをやってたけど、うん、高校の時は絵しりとりっていうものに目覚めて大学入ってからは、まあ、絵しりとりもよくディズニーのその待ち時間だったり、いろんな待ち時間とかにスマホのお絵かきアプリみたいなの使ってそれを回してやるっていうのをやってたわけですけど。エシリトリってそもそもどうあれが決まるの、勝敗が？いや、エシリトリのポイントは、あ、これは個人的に課してたルールなんだけど、いかに絶妙な絵を描けるかっていう微妙な絵はいつも描いてるじゃん。例えばなんかあの人が、うん、なんかあの非常口みたいなポーズをしてます、はいはいはい、なんかそういう棒人間みたいなやつを描いて、はい、答えなんだと思いますか？俺ちなみに答え知ってるけど、あれだよね、時をかける少女だよね。そうそうそういうなんか5人メンバーがいたら1人しか分かんないような、でも1人は強烈に喜ぶっていうなんかそういう絵を描けた人が
たっといっていう何たっといってそういう人が尊敬されるっていうセンスあるなって、そういう絵しりとりをやってましたね。あ、じゃああれだった、その純粋に勝ち負けもあるけど、そういうちょっとグランプリ形式というか、そういう芸術点もあった。芸術点だったね、むしろやっぱ一番のポイントは。なんか良かったのは何だっけな、なんか女の子1人を5人が囲んでるっていう絵を描いて、答えなんだと思いますか。女の子1人を5人が囲んでる、うん、なんだろう、囲ってる絵とかは4人かな、4人かも、4人、4人、わかんねえ、エヴァンゲリオンとかじゃないもんな。まあそれんで終わっちゃうからしりとりでストイックだな意外と。いや、答えラブソースイートなんだけど。ああ、そういうことで、そう、花より団子のオープニングで囲ってるわ、囲ってる、囲ってたか全員手つないでたかちょっと定かじゃないんだけど、はい、もそれ分かった時は本当にもう場が湧いたそれラブソースイートってさ言わないでしょ普通まあそういうね、でも楽しそうだね。そう、そういうのになんか共感してくれる友達が、まあ、たまたまサークルでもいたし、うん、なんか学科の方でもいたし、はいはい、なんかそんな大学生活でしたね。でなんかごめんなんか珍しくすごいしりとりのことだからすごい話しちゃうんだけど熱が入ってるねちょっと引いてるもんじゃあいいよ、しりとりの話譲るよ。しりとりなんでしりとりでパスされんのあ、でなんかその絵しりとり機がありつつ、うん、他にもなんかいろんなしりとりの形はなんかちっちゃい頃からもう兄貴と一緒にやってきてて、うん、その例えばよくあるのは魚縛りとか、そういう縛りね、ジャンルの縛りをつけるっていうのもまああるじゃん、はいはい、あとは後ろ2文字取るとか、そう、後ろ2文字取ってその後ろから3番目の文字でしりとりしていくってこと。違う違う違う、後ろ2文字を取る、だから、あ、そういうこと、天気の子だったらのこを取ってのこぎりで、ギリでギリチョコとかつながっていくって。早いねすごい、そういうスピードスターじゃんそういうやつだったり、もう全部5文字じゃないといけないっていうのもあったりするし、やっぱり楽しいのは1文字ずつ増えていくっていう、この前なんかちょっと話したけど、はいはいはい、ちょっとやってみますか。じゃあこれすごい難しい、14文字ぐらいまでいけたことあるけど。絶対むずいでしょ、俺だって6文字ぐらいで終わる気がするもんじゃあしりとり、りの、じゃあ2文字かな。りの2文字、うん、りし、りし、しずく、く、口なし、口なし、新清水ずっと新清水ってさ静岡県民しか分かんないんですけど、そうだよね、新清水、そうだよね微妙なトーテーマなんだよな、トークというか。ずっすでもいいにしよう。じゃあすの6文字、すの6文字、すか、ちょっとなんか話しておいて。でもまあありますよ、もう思いついた、うん、あ、水道橋、あ、水道橋ね、しの7文字、しの7文字、難しいな意外とね、し攻めで言ってますから。ああ、なるほどね。まああんま関係ない。そうね。文字数増えるから別にいいんだよな。難しい。宿泊所。本当に？うん。宿地よ。お、本当だ、すごい。世の8文字。世の8文字。世の8文字。まあこのくらいまでがね、まだ多分いける。世の8文字か。うん、四千頭身。本当だ。でもんで終わるじゃん。何かないかな。ちなみにびっくりマークとかって入る？ダメだよ。あ、びっくりマークはダメなんだ。ちょっと待ってくれ。藤原宏丸は許すけど。あれ藤原藤あれ藤岡弘か。藤岡弘とか、うん、モーニング娘だったら OK。あ、そうそう。その丸ってどうやって解釈するの？よね。米津も違うもんな。よく、うん、だもんね。いや、これ聞いてる人の中で限界しりとりマスターいたらちょっと恥ずかしいな。限界しりとり面白いよね。でも本当によくできてる、ね、ついやっちゃうんだけど、でも意外と負けるんだよね、しりとりマスターでも、うん、いや、やっぱね、文字数で考える頭ってやっぱまたちょっと違うからね。ヨーグリーナ水、ヨーグリーナ水、ないです、ダメです、ごめんなさいちなみに何かある？他、いや、ちょっとね、まだ思いついてないんだよね。世の8文字でしょ、うん、世の8文字、ヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルトのプラス3文字でしょ、ヨーグルトカレー、うーん、グレーゾーンな感じがまああるにはあるけど、じゃあまあありにしますか。やったぜ、カレー、絵の9文字、あ、長音はあれなんだな、母音になるんだ、うん、絵って意外と難しいんだよね。
母音の始まるやつからしたら一番少ないんじゃない？ A とかって。そっか。エチオピアコーヒーはなし。なしかな。少しはちょっと繋いでもらって。じゃあエチオピアコーヒーで。しりとりか。いや、しりとりすごい苦手だったんだよな。そう、なんかそういうちょっとさ、言葉だけでやる遊びすごい苦手だったんですよ、私は。今はすごい好きだけど。そうなんだ。なんか結構もうちょっとロジカルっぽい遊びがすげえ好きだったわ。ちょっと今考えてるから待って待ってびっくりしたもん本当にさ、話つなげって言われたけど。いや、いいよ、続けて。あ、そういうこと、一人語りをしておけってことね、うんうん、ロジカル的なゲームね。そうそう、そう、最近さやったと思うけど、あのタギロンっていうボードゲームあるじゃないですか。はいはいはい。あれとかはそのみんなの数字を、あと情報、何、手元の情報から推測するっていう、うん、ゲームじゃないですか、うん、そういうちょっとした情報からこのパターンこのパターンみたいな場合分けをしていく遊びはすげえ好きだった。学生の時から。そうだから、グラフ系すごい好きなんですよ、そういう意味で。へー、グラフ系のゲーム。グラフとかの確率、グラフね。そう、グラフとか確率計算を純粋にしたら、ちゃんとやってたらそこそこ強くなるゲーム、うん、グラフって言ったらなんか人狼とかも入るけど、どっちかっていうとあれかな、遠くの情報っていうかはもうそのカードを切るとか、そういう割とシステマチックな情報がある方が好き。うん、なるほどね。ワンナイト人狼とかそうじゃない。まあ確かに。かでもあんま思いつかないな。で、よはん、あ、じゃあよじゃなかった。ええね。でも会がちょっとうるさいから。